山口県の飲食店、勝手に応援プロジェクト、チャンネル登録よろしくね。皆さんこんにちは、マネさんです。イエーイ。さあ今日は雲はどんよりしてますが、ここは山口県下松市にあります蕎麦屋碧水庵に来ております。さあこちらですね、ちょっと陸橋というか橋を渡ったところの角地にあるお店で、いつも入りづらいなーなんて思ってたんですけども、見てみるとドーンとね、こちら駐車場がね結構たっぷりめに取ってあるので、この一帯もう駐車場です。だから車で来ても駐車場に停めてトコトコトコって歩けばお店に入れる、そんなところでした。なんだ、もっと早く来ればよかったなって正直思いました。さあそれでは中に行ってみましょうか。行ってきます。はい、こちらがメニューになっております。さあ蕎麦といえばですね、やっぱり冷たい蕎麦が基本かなと思いまして、そしてあとですね、僕よく思うのが蕎麦屋さんの丼物って結構美味しいところがねすごく多いので、やっぱり丼物と蕎麦ということで、あれを頼むしかないなって思いましたそして一品料理もあるのでね、お酒も一緒に楽しめます。やってきました、カツ丼セットの蕎麦ダブルでございます。こちら1200円になっております。おー、熱々のカツ丼とじゃじゃん、おー美味しそう。さあカツ丼と、まあおしんこだな、これはまあ蕎麦セットですね。さあこちら蕎麦がダブルになっております。よし、じゃあとりあえずどれから行こうかな。とりあえず蕎麦から行かんとやばいよねでもちょっとまあね、こちらから見ようか。さあカツはですね、めちゃめちゃもうねタレが染み込んだような、もう煮込まれたっていう感じのカツでございます。そして蕎麦、よしどれからいくかめちゃめちゃ悩むけど、いただきます。よし、やっぱり蕎麦からだよね。まずは香りを楽しんで、子供だからよくわかんねえわ。とりあえずね、出汁なしで蕎麦だけを楽しみます。子供の味覚だからよくわかんねえわさあそしたらやっぱりね、そう、そばつゆにつけて食べちゃうやつね。そばつゆにつけて、これね、そばがね本当にコシがあって、コシがあるのかな、すごくね美味しかった。あーこれね、なんかもっとそばをよけ頼めばよかったななんて正直思って食べてたらそのぐらいね、そば美味しかったです。そして出雲そばのタイプと、ここのお店のオリジナルそばっていうのがあるみたいで、ちょっと僕も初めてでね追いつかなかったんだけど、また次行った時にはいろいろ試してみたいなと思います。そしてこちらのカツ丼、やっぱり男といえばねカツ丼なんだよね。もうカツ丼は外せないメニューですね、僕の中では。そしてこちらのカツ丼はね、本当にね甘めの味付けのカツ丼って感じでしたね。マネさんは甘めの味付けが大好きなので、このカツ丼が結構好みの味ではありました。あとは丼にがっつくマネさんをお楽しみくださいめっちゃ食べてるし、もう毎回よく食べるよね僕っていやでもね本当に美味しかった。どちらかというとそばの方をメインに移しなさいって思うんだけどねなんて丼ばっかりやばい、笑いが出るわ。そして時折チラッと映る看板娘さんも見に来てやってくださいこうやって言ったらめっちゃ怒られそうそして忘れそうなんで言っときますけども、やっぱりお蕎麦最高です。ということで最後はお蕎麦の映像をお送りいたします。ツルツルツルってね、本当に美味しかったこのお蕎麦。もっともっと本当に何枚も食べたいなと思っちゃったわ。そしてこちらじゃじゃーん、最後ですね、そば湯ですね。こちらね、そば湯今まで結構飲んでるんですけどもね、今回初めてそば湯が美味しいって感じた、素直に。だから全部飲み干しちゃったんだよね。そばの栄養が出てるのがそば湯だから、そば湯は全部飲み干した方がいいと思うよ。マネさんの感想、もっとお蕎麦を食べたかった、そして蕎麦湯がとっても美味しかった、次は鴨南蛮蕎麦食べたい。
そば碧水庵。場所は山口県下松市大手町2丁目 10-23。 営業時間はご覧の通りです。電話 0833-44-2554 まで。